皆さんこんにちは。横浜国立大学都市科学部都市基盤学科の藤山です。早速ですが皆さんに聞いてみたいことがあります。今の皆さんの生活には当たり前にあって災害の時に亡くなると困るものそれは何でしょうかある人は電気や水道と答えるかもしれません。またある人はスマートフォンと答えるかもしれませんね。私たちの都市基盤学科では このように社会を支えるなくてはならないものすなわち土木工学に関すす。る教育研究を行っています具体的には水道や電力通信施設人や物やエネルギーを運ぶ道路鉄道橋トンネル港空港ダム堤防また私たちを災害から守ってくれるこれらの都市基盤施設と水や土といった本来の自然環境が共生すること これらが学問の対象です私たちは3つのキーワード防災・環境・国際を掲げていますなぜなら防災の基本となる都市基盤施設の安全性向上と環境保全に貢献する技術のイノベーションは世界共通そして地球全体の課題だからです。 今私たちの社会はさまざまな困難に直面しています。例えば毎年のように洪水や土砂災害に見舞われる国は日本だけではなく世界中に数多くあります。そして私たちも経験した大地震や津波さらには戦争・紛争でもたくさんの方が犠牲になっています。なんとか一命を取り留めても破壊されてしまったなくてはならない 都市基盤施設の再構築には時間がかかるため、長く困難な生活を強いられている方たちがいます。このような状況下で、私たちはより一層、技術と科学の力を生かす必要性を感じています。こうした使命感や責任感を持って学問や研究に取り組むのは、時に大変なこともありますが、とてもやりがいのあることです。私たちは、皆さんが新しい技術や知識を学び、 それを実践に役立て、国際社会に貢献できる人材となれるよう最善を尽くしてサポートします。さて固い話ばかりになってしまいましたが皆さんには都市基盤学科ででの生活を楽しんでいいいたただきたいと思っています。勉強だけではなくサークル活動や大学内の行事など自分の興味に合わせて自分を成長させるさまざまな機会がありますし 皆さん自身がそのような機会を作り出すこともできます。何事にも積極的に取り組んでいただきたいと思っています。最後に、横浜国立大学都市基盤学科で学んだ皆さんが、より良い未来を創造していくことができると、私は信じています。一緒に頑張りましょう。